みなさんこんにちは、オルタナチャンネルの内藤です。ういすごいな、勢いが。しめじまるです。勢いがすごい。久しぶりに質問コーナーをよっ Twitter の方で募集してて、で、年末なんで今回100個、スペシャル。だからこの動画はその2017年のまとめ的な感じ。なるほどね。で、オルタナチャンネル初めて見る人とかにも見てほしい動画、ちょっとかぶってるかもしれない。内容が同じ質問もあるかもしれないし、斬新だな。あと同じ人が何回もとかもあるかもしれない。それ全然ね、ありがたいことだから。じゃあ早速、はいよ。まあなんか好評だったらこの年末とかに毎回100個とか、うん、いや毎月100個やろうぜ。地獄だよ。地獄だよ。ないだろそんなに質問。いきます。はいよ。自分の体のパーツの好きなところはどこですか？目。毛。 YouTuber になってプラスになったこと、マイナスになったことありますか？チヤホヤされるところが、うぜぇ。天職だな。で、嫌なところは大好きじゃん、YouTube。 だ、天使だ。なんだろうな、プラスになったこと。あれじゃん、飼ってたカマキリが増えたとか。なんだそれ。まあ、全部プラスだよね。朝起きなくていいし、めちゃくちゃある。あで、マイナスになったことは、激太りしたこと。今年の漢字は何ですか？オル。オル。オルタナのオル。ダサ。タナ。ダサ。勉強したくありません。イケボで応援お願いします。勉強ってのは何も机に向かうことだけじゃないんだ。日々、常に生きること、それこそが勉強だ。ちょっといいこと言ってんじゃん。お二人は長男ですか、次男ですか、末っ子ですか。兄弟あるある聞かせてください。僕は長男だぞ。違うだろ。長男だ。兄弟は姉。弟です。俺は俺妹。兄弟あるある。 YouTube 始めてからの方が会話が増えた。意外にあの動画見たんかね。俺はなんだろうな、もともとそんな喋んないからな。だって去年4文字でしょ、ちゃんと。逆になんだよその4文字。ただいま。結婚するなら男性と女性どっちがいいですか？これは決まってるだろう。本田翼さんです。いや関係ない。もちろんもう僕は大の女好きですから。そうですね。モテないけど女性が好きですから。一番いい質なやつですから。一番いい質。一番危ない人。テーブルに小指ぶつけて大声でやったーって言って、いったー。いやー、リアルに君じゃないところが痛い。自分の子供が生まれたらどんな名前つけたいですか？男の子、女の子、それぞれお二人の聞きたい。男の場合、男の場合やっぱオルタナかな。ダサ。ジャパンかな。ダサ。女子だったらジャパンか。ダサ。内藤さんのお気に入りのイケボセリフは？お前ら全員愛してる。何弁だよそれは。魚になって一言。パク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 、ミトコンドリアパクパク。はい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 、フィリオフィッシュ。はいはい。衰えを感じる瞬間はありますか？思い出せない時点で衰えてる。肉まんを一口で食べれなかった。もともとそうだ。イケボで受験生に一言お願いします。お前たちまた YouTube 見て。でも悪いことじゃないんだぞ。 YouTube で息抜きして、そしてまた受験勉強に向かう。それって素敵じゃんか。うぜ。2018年何したい？そうなの、俺キャンプしたいね。まあ、ヒップホップかな。はいはい、ヒップホップ顔面にしたい。ヒップホップ顔面。また内藤の踊ってみたが見たい。なるほど。あれはじゃあニャンコスター。あ、いいねいいね、ニャンコスター。愛し合うー、愛し、止まらない、止まらないよー。すごい。全然止まらないじゃん。俺が飛んじゃおうか。ツッコミの方やってる。俺が飛んじゃおうか、止まないから。ツッコミの方やってる。ヤンコスターです。スローでいつもの挨拶。皆さんこんにちは、オルタナのナイトです。グイン。え、グインって言ってたのか。渋谷ジャパンです。肉まん。今一番行きたい国はどこですか？スウェーデンですね。なんで？北欧に行きたいのね。なんで？おしゃれなの。内藤さんだぞ。出た。拙者はどこだろうな。熱海。近いな。ハワイ。ハワイとか、あったかいところ。まあでもほとんど入れないからね。入れるだろ。決めて入らんから。お二方はどのようにして出会ったんですか？道端で捨てられてたんだね。犬か。犬でしょ。犬じゃん。俺、犬と思って接してきたの。シベリアンハスキーじゃないの？まあまあいいな、それ。シベリアンハスキー、シベリアン。もういいだろ、その部分。大学の時サークル一緒で、その時に出会った。内藤さん、自分よりイケメンだと思う YouTuber は誰ですか？やっぱ顔の偏差値がすごい高いなと思うな。ジョージかな。どこのジョージ？そっちの方のね。あとはやっぱ渋谷ジャパンかな。なんでだよ。それも悲しいツッコミだな。スカイピースのジンタンに電話で、どうもスカイピースイエイを全力で。なるほど。出ません。どうもスカイピースイエイ。渋ジャパさん、ねえ渋ジャパさん、なんで空はこんなに青いのでしょうか？
かっこ腕がそんなに濃いのでしょう。もし5日間 YouTube 休みの日があったら家で過ごしますか、それともどこかに旅行したいですか。それこそスウェーデンとか他の国行きたい。俺はまあ沖縄とかかな。温めるとこ好きなんだ。うん、温めるとこ好きだね。いや、今年の流行語大賞に YouTuber がノミネートされたことをどう思っていますか。誠に遺憾である。YouTube は一過性のブームじゃないんだ。これからスタンダードになっていくんだ。お互いのいいところ5つ教えてください。ポジティブ、純粋、ハートが強い、あと面白い、頭の回転が速い、考えるのが得意、いい意味でいじられキャラ、親しみやすさがある。なるほどね。純粋あと子供が好き、足が速い。いや見せたのかい。初恋の人の名前を叫んでみて。愛ちゃん好きだったよ。ジョセフィーヌ。どこの国の人。ワールドカップの組み合わせが発表されましたが、渋谷ジャパンはどこの国と対戦するんですか。なんだろうな。なんだろうなって答えないよ。これ何言っても面白くなんないな。何言っても面白くするよ。なんかある。この答えで面白いやつ。セネガル。内藤さん、デスボイスはできるんですか。できません。壁ドンター極意2017年12月バージョンやってください。何逃げようとしてんだよ。俺から逃げられると思うなよ。ベロベロー。キモい時とかっこいい時の差がエグいんだけど、なんで。僕がスタンダードはイケメンの方です。逆だろ。うおエンディングのサンシャインめちゃめちゃ好きです。歌詞つけて歌ってください。これからも明日もオルタナは20時に動画上がる。最近見てる YouTuber さんは誰ですか。俺はキッズチャンネルかな。捕まるよ本当に。そういう目で見てるでしょ。見てねえ。動画のネタはどんな時に思いつきますか。またどこで情報を集めてますか。まあ企画はね、渋谷ジャパンがねメインに考えてるのは。そうだね、俺が多いけど、まあ、最近はふと思いつくことが多いかな。YouTube で動画見てたりとか本読んだりとか、うん、当たり障りのない回答で空白に入る必殺技を入れて。乳首ツンツン必殺弥生拳。何それ。いやどっちもだろ。私は受験生です、はい、勉強全然やる気出ません、はい、どうすればやる気出ますか。オルタナの二人はどういう勉強法で受験勉強してましたか。乗らないよね。自分のやりたい勉強ならサボるからさ。だから得意科目からやってたのが、まず得意科目やってからとにかく勉強始めるっていう。勉強は効率が一番重要だから、どんどんやり方変えて自分に合った勉強を見つけるのがいいと思います。ペット飼うなら名前はどうしますか。トム・ハンクス。俺はジョニー・デップで。おすすめ動画教えてください。まあ勘で踊ってみたシリーズと、あとはやっぱディズニー歩いて行ってみた。大好きだな、そのやつ。あと最近俺が良かったなと思ったら、思い出の場所に集合するやつ。ああ、あれ楽しかったね。俺が好きなのは効果音。ああ、効果音が間違ってたっていうコント。はいはいはい、は好きだな。僕と内藤どっちの方がイケメンですか。俺だ。自分が女だったら付き合いたい男性 YouTuber は。釣り目だね。釣り目出るだけが一番落ち着くね。男性 YouTuber の中で一番男らしいと思う人。はい、スカイピースの教訓。お一番男らしい。ほんと愛した女は守り抜くみたいな感じだよね。生年月日教えてね。平成2年2月12日ヒカキンさんの同級生です。トミックとはリアルに同級生です。俺は1990年6月21日2017年の一番の思い出は何ですか。やっぱ100万人突破ですね。ああ、俺はオーストラリアかな。オーストラリアとか島とか。ああ、島面白かった。脱出ゲーム超面白かったな。久しぶりに学割ってるダンスを撮ってほしい。せーのせーで、パパラパパパパパパパラパパパパパパパラパパパパラパパパラパパパ。まあまあできてんじゃん。超ハイテンションの挨拶好きなのでぜひお願いします。ウィーン、オーストラリアトイレ行ってもいいですか。ダメだ。内藤さんはいつもどこで服を買われているのですか。僕は落ちてる服を拾ってます。うわ、これユニクロとか GU とか無印とか一般的なところ。好きな女性のタイプは。言葉遣いが汚くない子。これはショートカットかな。短ければ短いほどでいい。もうここら辺でいつだもんね。変顔して Twitter に載せてみんなの反応が見たい。こちらです。じゃあ行きますよ。行ってこい。内藤さん、視聴者さんに向かって一言。はい、3、2、1。おめえらバカだな。何回も見たな、こんな感じ。俺を愛しちまうなんて。2、3回見たよ。いや違う、2、3回やってんだよ、これ。次。はい。内藤が一番ブスな瞬間、閲覧可能ですか。いきます。はい、こちら。ブスだな。アラサーだなと思う瞬間はありますか。笑うとね、ここにシワができるようになったの。笑いじわが。徹夜できなくなること。高校の時の部活の先生が渋谷にそっくりです。どうしたらいいですか。いそう。どうしたらいい。
え？どうしたらいい？バグってやれ。なんでだよ。ボコボコにしてやれ。なんでだよ。こういう感じいるしね。いるいる。あんまり生徒としての熱心じゃないから。ジョイラスオルタナバージョン聞きたいです。Come on, let's do it, everybody!オルタナ、明日のオルタナは君んかもしれない。はい、オルタナを知らない人に説明できるようにオルタナのいいところを教えてください。この二人のね、テンポのいい掛け合い、自分で言うな。ピカイチです。自分でそんなに言うな。ピカイチです。そんなにピカイチじゃないだろ。今ちょうど50件でした。今日の一発ギャグ、知らないおじさんとパンをこれこれ、知らないおじさんとパンをこれこれ。また明日。二人はどうやって出会ったの？これあった。違ったバージョン。あの川辺に僕バーベキューしに行ったの。そしたら川で流されてたんだ。で俺があのバーベキューの長い串で声に助けたら、うーってもうしがみついてきて、狂気だ。ありがとうございます。よかったら YouTube 一緒にやりませんかって言って俺がその口でグサッ。刺したんかい。刺した。大晦日はガキツカ派、紅白派、どっちですか？紅白かな。俺は紅白見てガキツカ予約するみたい。 A ちゃんに電話してください。出ないわけがない。常にもしほら来た A ちゃん。はいはい。今何してんの？あ、今ちょっと病院行ってて。あ、マジで？ごめん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 。届きましたけど。いやでもこの前もね、楽しかったね、撮影。そうっすね。アバンティーズ揃うとね、楽しい撮影ができるね。あれ、それだけですか？今年一番撮影して楽しかった企画は何ですか？そして一番辛かった企画は何ですか？あの、生き島での脱出ゲームは本当に楽しかった。あれ本当みんなもう一回見てください。辛かったのはね、ウニ。毎回言うじゃん。ウニはマジできつかった。まあ島かな、パッと出んのやっぱ島だよね。島すごかったよ、スケールは。辛かったのは、YouTube リワインドの撮影です。あれは辛かった。寒かった。寒かった。次、はい、トークライブなので行きたい都道府県は、かっこ北海道来てほしい。あ、北海道行きたい。いやもうどこでも行きたいよね。もう来年めくりたいじゃん。夏は北海道行きたい。まあ沖縄かな、やっぱ。はい、冬に沖縄行きたいな。シブジャパさんの腕毛プレゼント企画は予定ございますか？うん、それをわっわっ、みんなに届いたかな。ドドーン、ズバリ2人の初恋は？愛ちゃん。隣同士だったの、家が。ああ、幼馴染で、幼稚園から小学校まで一緒だったんだけど、俺が転校しちゃって、で離れた。すごい切ない思い出じゃん。切ない。俺は小5の時かな、クラス一緒になって好きになって、だいぶ好きで、久しぶりになんか同窓会みたいなの。ああ、いいねいいね。めちゃくちゃギャルになってた。好きじゃん。好きじゃねえ。好きじゃねえ。昨日何してた？昨日は何してたっけ、思い出せない。やばいよ。あ、昨日撮影してたよね。撮影してた。そうだそうだ。ウィン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 。ぶっちゃけ結婚とか考えてますか？いや全然想像がつかない、自分が結婚したの。まだだな、多分30代後半とかかな。好きな調味料は何ですか？オイスターソース。マヨネーズ。小指ぶつけてください。何したいね。オルタナという名前の由来は何ですか？オルタナティブ、代わりの聞かないっていう意味があって、まあ、そういうチャンネルになりたいなというのと、あと、まあ、ほぼ響きだよね。うん、可愛らしい、なんとなく、うん、感じで、特に、なんとなくだよね。うん。全然面白くない。なんとなくだよね。なんとなくでも、まあ、意味あったんでしょ。ずっと言ってたのに、なんだ。内藤さん、ヒゲが薄くなってきてる。ツルツルピカピカ。濃い。全力で叫んで。カンタータンマーク。一押しの漫画は、東京大学物語。めちゃめちゃ面白い。俺は鋼の錬金術師キングダム。それ最近読んでめちゃくちゃ面白かったな、ブルージャイアント。全部知ってる。全部知ってるだろ。全力でホラガイのモノマネしてください。腕毛の状態は？ああ、いいですね、腕毛。いい毛並みですね。今日魚沼さんですか？今日は魚沼さんですね。弟イケメンもイケメン？ナルシスト？似てるのかな。あ、で、似てるわ。どっちだよ。似てる似てる。似てるんか。あの、弟の友達がオルタナチャンネルをその弟に見せて、この人、お前に似てるって言ったらしい。めちゃくちゃ似てるじゃん。めちゃめちゃ似てる。好きな魚は？サンマです。
これです。縁側です。渋ジャパのような腕毛を生やしたい。どうやったら伸びる？まずはやっぱ筋トレ自分の腕じゃねえ筋トレで伸びます。今年の振り返りをあいうえお作文でお願いします。オルタナで美味しいものや類を見ないような楽しい出来事が内藤のおかげでたくさんありました。大好きだな自分。渋谷より付け足すな。全力ぶりっこ。ぜひうちの野球部に来ない？野球部だって。野球部野球部監督です。監督かい監督かい可愛いぶりっこの監督だよ。ピーマン。衰えを感じる瞬間はありますか？これ2個選んでる時点で衰えてますから内藤さんは渋谷ジャパンさんの腕毛の長さを当てて当たったら腕毛プレゼント。さあ何センチでしょう？37センチ。長すぎるだろ。内藤さん今年最後のサイレントマジョリティ全力でお願いします。いきます。はい。なんでだよ。なんで日本じゃない？ナダマン言うなひどい。今回はひどいです。ひどいです。ナダマンひどいです。よいさっさ。ひどいです。タラコスパゲティ。なんでなんでタラコスパゲティ。よいしょよいしょよいしょ。地元の祭りで女の子とリンゴ麺を食べたい。終了。性癖を教えてください。どっちもいけるから俺は。 S でも M でも。びっくりした。男でも女でもっていうか。それ本当に怖いと思った。怖すぎるだろ。やっぱロリ系が好きだね。最近ハマっていることは漫画かな。 YouTube 自体が趣味みたいなもんだからね。ずっと気になってたのですが、はい、最近やってないけど弁護士と遊ぼうって一発ギャグ。これからも頑張ってください。やっとくじゃん。弁護士と遊ぼう2017年バージョンいきますか。はい。最初の出会いは俺3回目じゃないですかこれ。3回目。出会い3回目です。あれ動物園であの檻の中にいたのよゴリラじゃねえかよ。勘違いされたのよ。動物かと思われたのよ。それで、いやあの人人間ですよって俺が言ったのよ。だけど全然信じてくれなくて。肌色の部分あるだろ。でそれで俺が夜に忍び込んだの動物園に。で鍵を開けてあげて、で出してあげて、でじゃあもう行き場所ないんだったら YouTube やろうって。それがオルタナの始まりです。なんでそうなったんだよ。自分の好きなところを5つ。ポジティブ、イケメン、努力家、有言実行、優しい、いい匂いがする。しなくてニンニク臭いもいいですよ。オルタナの LINE スタンプいつ頃できそう？絶対使うと待ってみて。もうデザイン決定して、で、あの公式にも認定されてる感じで、本当にめっちゃいいのができた。超自信作だ。超期待してる。弟さんにイケボで電話してください。いやちょっと弟はできないな。誰ならできる？マザー。いやこれ初めてだ。これやだな。もしもし。あ、もしもし。はいはい。お母さん。うん。今ちょっと質問コーナーやってて、うん、電話させていただきました。用事はない。用事は何もありません。そうなんだ。産んでくれてありがとうございます。ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあね。いい家族だな。いい家族だな。ちょっと涙出てきた。あなたたちはイケメンですか、それともブサイクですか？最近ほんとに美しいですねって言われた。いや、きしょいな。IKKOさんとか一緒のセリフ。そうそう、IKKOさんになりたい。なんだそれ。カピバラですか？はい、カピバラです。アップアップ、はい、ズームしてズームして、はい、こんにちは。こんにちは。すごい、何でも対応できるこの人。精神年齢5歳になることはできますか？あーたね、それが食べたい。お二人が一番得意なモノマネをどうぞ。モノマネだってそんなこと一度もやったことないのに。やべえぞ。キリンです。ソーラン節を踊って、せーの、どっこいしょ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 、ソーラン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 、いやー、で、ソーランソーランソーラン、どっこいしょ。習い事
は何をされていましたか？運転免許以外の資格持っていますか？習字、皇室っていう字書くやつとか、サッカーもやったし、プールもやってて、野球もやってたの。プール、クモン、英語教室。二人で楽器使うのお料理、即興替え歌やってください。あ、これおもろいんだな。これどんなやつだっけ？これめっちゃ面白い。じゃあ、大きなロッパのフル時計にする。大きなロッパのフル時計いる。じゃあ、料理の説明をする。トムヤムくん。大きな鍋で煮込みます。エビや具材をグツグツと、そして酸っぱいもと入れて、あなたと食べましょう、トムヤムくん。大きなのっぽのフル時計だよ。歌がね、わかんない。すき焼き。すき焼き。ちょっと歌がわかんない。最近過去の動画全部見終わりました。お、オルタナマイスターは勝手に名乗ってもいいのですか？あたぼうよ。全部見てくれた方はオルタナマイスター称号を与えてますからね。ズバリ聞いちゃいます。はい。お二人にとって毛とは何ですか？難しい質問ですね。それはみんなで言うところの太陽、いや月。どっちだよ。そう、僕らの生活を照らし出す一つの光。いや、何なんだよ結局。生まれ変わっても YouTuber やりますか？あ、やるだろうね。 YouTuber じゃなかったら何やってる？いや、死んでると思う。君は何やってる？アバさん。なんでだ、全然想像つかないな。いや、だから同じだよ。同じだよ。全然想像つかない。みんなテンションじゃん。全国の内藤ファンに一言で、ちょっと今日は厳しめに行くわ。おい、お前らデコピンのお仕置きだ。先生、好きになってもいい？もうすぐで登録者数150万人ですね。ファンレターを送ろうと思ってます。ありがとうございます。ファンレターはウームに、ウーム宛てにぜひ送ってください。受け取ってます。やってみたい企画はありますか？やってみたい企画あるんだね。何？塗り絵とか。ダサいなぁ。それもただの塗り絵じゃないからね。ダサいと思ったでしょ。違うんだね。あの、ビル一面に画用紙引いて、ビルの側面を追いかけてた。めちゃくちゃ面白かった。シブジョボ、やってみたい企画やってみようかと。なんだろうな、整形かな。粒あん派、こしあん派。あぁ、こしあん派。2017年にあったことを一発ギャグで表現してください。なるほど。2017年にまつわる単語を言ってもらったら、うん、もう即興でそのギャグするんで。なるほど。春間富士、春間富士、春間富士、土俵際では吐く方です。春間富士、春間富士、土俵際では吐く方です。全然よく言います。いや、単語言うんでも即興で。はい。チャンネル登録者100万人突破。チャンネルもう何何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 何ジョイナス。たくわんとジョイナス、たくわんとジョイナス、たくわんと一緒に食べるよ。ジョイナス。いいの出ました。いいの出ました。